はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日は、野球教室の方に、来ているんですけども、とてもビッグな野球講師の方が、ちょっといらっしゃっているので、ご紹介の方させていただきます。元、埼玉西武ライオンズの大崎龍太郎さんです。大崎です。お願いします。お願いします。いやーもうね、感激すぎて、もう、ライオンズオタクの僕からすると、もう、とんでもなくたまらなくて、僕、プロ2打点目も見に行ってるんですよ。1打点目もかなり衝撃的な、もう1打点目、2打点目がさよならというのが、僕の中ではすっごい思い出に残ってるので、で、多分入団が、2006年のドラフトで、2007年から1年目ですよ。うん、そうです。1年目の時に第2球場行ってサインもらってるんですよ。そうだ、当時11歳とかかな。確かに。はい、そのぐらいで、もう学校終わって、おにぎり持って、電車賃持って、西武ドーム行くみたいな、はい、もう続けてた時期に、ちょうどそれを始めた時期に、大崎さんがドラフトで入団されてたので、はい、もうガンガンにハマってる時期の。で、ちょっと、まあ今、野球教室の合間ということなので、まあ、野球、ライオンズオタクの僕から何個か質問を、はい、させていただきたいなと思って、よろしくお願いいたします。お願いします。で、まず、プロ野球選手、でしかも、選抜も優勝されているということで、まあ、とんでもなくいい野球街道を進んできた大崎さんなんですけれども、その中でも、アマチュア時代で、心に残ってる打席とかっていうのがあれば、まあ、甲子園っていう話で言うと、はい、まあ、良かった点っていうよりは結構悔しかった試合っていうのが結構覚えてて、打席っていうと自分の高校野球が最後終わってしまった打席とかやっぱよく覚えてます。甲子園の夏の最後の甲子園で相手明徳義塾だったんですけど、6対7だったのかな。まあ終盤に逆転されたんですよ、勝ってたのに。で最後最終回チャンスで回ってきたんですけど、はい、それまで4打席ノーヒットで、まあ人生に1回しかない顔に来たボールを打ちに行って避けようとしてグリップエンドに当たってキャッチャーゴロっていうこともその試合であったりして、本当になんか空回りしてて、いい当たりも取られたりとかして、本当にうまくいかない4打席で最後回ってきましたと、はい、よしって思ったら三振しちゃったのかな。三振しました。最後は打席入るところのイメージとダメだったっていう思い出が残ってて、結果がこう完全にこうリンクしてるかっていうと、なんかもう打ち取られて試合負けちゃったみたいな印象が強くて、やっぱ非常に悔しかった試合だったな。それがあってやっぱ大学も名門な大学に、青学に、そうですね。実はその高校時代って甲子園11試合やってるんですけど、全国も優勝したりしたんですけど、どちらかというと最後の試合とかが悔しすぎて、高校2年生の時に全国大会優勝してるし、3年生の時はまあ甲子園の途中で負けちゃったっていうのもあるんですけど、どちらかというと悔しい方が強くって、大学でもう一回頑張りたいっていう、そういう気持ちが強かったので、甲子園ボーイとかじゃなくて、もう一回ゼロから頑張ろうっていう気持ちで青山学院に入った。だから本当に青山学院も誘われて入ったわけじゃなくて、自分で売り込んで入ったし、もう青山学院って落ちる、試験が落ちる学校だったんですけど、落ちたら次ないよっていうところを、まあなんとかかいくぐって入学したって、にこぎつけたっていう。もう結構勝負してたんで、はい、勝負師みたいな。うわ、もうなんか甲子園出たのに、先わかんない状況で、進学勝負したっていう。勉強したわけじゃないんですけど、はい、まあボート推薦なんですけど、ふるいにかけられる自己推薦で入ったんです、はい、ああそういう意味じゃ本当に甲子園っていうのは非常に悔しかったけど、自分を、まあ、売り込む一つの大会でもあったし、みんなで勝ち甲子園目指すっていうのはすごいいい場所だったんですけど、でも実際自分らの学年って秋も春も県大会も本当1回戦とかで負けちゃって、全然甲子園なんていう話じゃなくて、地区大会で勝てるか勝てないかみたいなレベルから夏の大会ノーシードで甲子園行ったんで、シードももらってなかったし、奇跡的な試合を結構いくつかやってて、県大会2安打で勝ったんですよ。チーム2安打で2対1で勝った。いや本当に普通じゃないですよね、はい、2安打しか打ってないのに向こうの方が安打数多いのに、はい、2-1 で勝ってます。自分が塁に出て盗塁して、まあ、クリーンアップの横川がタイムリーっていうのを2本続けたっていう、はい、確かそんなんで、それだけで勝ったみたいな、本当にチームとしては非常に勝負弱い学年で、結構ズタボロに高校野球してる。だから本当に
みんなが思ってるよほどのなんかもんじゃなくて、本当にみんなと同じように過去の先輩方が強すぎて押しつぶされた学年だったんで、非常にこう苦しんだ1年間でもう一回頑張りたいと思って、あーすごいですね、青山学院っていうところに志望したのも結構反対がある中でも本当に行きたいなと思って、チームの雰囲気とかも良かったので、なんかどうしても行きたいなって言って、甲子園っていう最後の打席っていうところから、はい、本当にこう進学したいっていう気持ちが強く出ちゃって出てきてて、まあ、勝負したかっこよすぎるかっこよすぎる、もう鳥肌になっちゃったもの今ね。撮影の前後にも大崎さんがリトルの子たちにいろいろ野球を教えている動画もあるので、皆さんそちらも必ずチェックの方よろしくお願いいたします。今回は、まあ、完璧に僕のただ単なプロ野球好きなお話でした。本当に大崎さんありがとうございます。はい、プロ野球も開幕したので、皆さんどうかそちらの方も、チェックの方お願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、オーケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ、そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ、そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。君だ。